寝てたまみちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、今日する企画はですね、開演から閉演までフライングダイナソーを生き続けたら何回乗れるかをやっていきます、イエーイってことで、で、まあ、僕の動画の人気企画のね乗り続けるシリーズをやるんですけども、もうダイナソーを乗り続けてくださいって昔からめっちゃ来てたんですよ。だから今日はですねそれをですねやっていきます。で今日もですね、まあ、公式オープン時間が9時やったんですけども、もう7時15分にオープンしたので7時15分から夜の20時までにねちょっとね検証していきます。で今日はですねほら豆デザールスバージョンでやっていきます。じゃあ早速で検証していきます、ゴー。ほら今日もですね大にぎわいですよ、大にぎわい。はい、じゃあ早速ね入園していきました。もう入るだけでもだいぶと時間かかりましたね。はい、じゃあ今からですね、まあジュラパエリアねちょっと向かっていきます。すごいな、今から夜の8時までダイナソー乗り続けたらもう三半期間ぶっ飛ぶんちゃうそんな感じですよほんまに。はい、じゃあね朝っぱらからねジュラシックパークエリアやってきました。もう今日はですね一日中ここにいますよ。でも今日ねめちゃくちゃ晴れてるからもうダイナソー日和ですよ今日じゃあ今からですね早速ね乗り続けてきます。じゃあ1回目はですね何分待ちやろう。15分待ち、すぐ行けるわこれは。もう一発目は15分待ちってめちゃくちゃいいスタートですね。うん、すごい、これ一発で行けるわ、一発で。もう一瞬で説明書もらいましたほらもう一瞬で行きますね、一瞬で。はい、じゃあね豆茶サウルスの伝説がね始まります。お待たせしました、出発です。豆茶のドットスリーのマスメントコロッコビ行ってらっしゃい。はい、じゃあね1回目ね乗れました。もう目覚めたわ朝っぱらからこれ結構目覚めるわ。じゃあ2回目もですね15分待ちです。15分待ち、今回も一発でいける今回もですね一発でいきそうですね。はい、じゃあもういけますよ。はい、じゃあね2回目ね行ってきます。乗れました。今日ずっとこれかだいぶと大変かもしれへんな。はい、じゃあ3回目はですね25分待ちです。25分待ち、多分これからちょっとずつ飛んでくると思います。うん、頑張って。ほらちょっとずつね待ち列が広がってきてますわ。うん、でも心配なのは今日ねずっとこの絵面大丈夫かな。やっぱり徐々にやっぱ飛んできてますね。じゃあ説明書もらうのも結構ね時間かかりました。結構飛んでくるんじゃないかな今から。ほらやっぱりちょっとずつね並ぶの時間かかってきてますわ。はい、じゃあね早速ね3回目ね行ってきます。はい、じゃあね3回目ね終わりました。で今のところね2回連続一番後ろなんですよねで、あの振らないって一番後ろがめっちゃスピード感あるんですよ。うん、だからもう両方ともスピード感がえげつない。じゃあ4回目ね行ってきます。マジでやばい、もう55分になってますわ。うん、さすがのダイナソー混んできてますね。多分今からですね多分勝負になると思うんですよね。うん、いや結構並びそうやな今日も。ほらもうさっきとね全然列の量が違いますからね。いやだってまだ朝の9時ですよ。もう9時でもうほぼ1時間待ちですからね。うん、ダイナソーはもうずっと立って待ってるから多分足やられると思う。いやなかなか進まなくなってきてますね。やっとね説明してもらいました。でもうすぐでも9時半です。はい、じゃあもうそろそろですね、そろそろ。はい、じゃあね行ってきます。はい、じゃあね4回目ね降りました。はい、じゃあねもう5回目ね行ってきます。今日も超快調に進みますね。うわ、ついにやる、ついに65分待ちになってます。ついにね60分待ちになりました。ダイナソーね、これこそがダイナソーですよ。今から絶対混んでくる。うん、もう待ち列もかなりね幅広くなってきてますわ。うん、はい、じゃあもうね10時になりました、イエーイってことで、イエーイでも何でもないけど、ユニバに来てからもう3時間経ちましたね。なかなかね時間がかかってます。やっぱりダイナソーはですねもう9時過ぎてからねやっぱりね踏み出してきましたね。
もう永遠に立ちっぱなしですよ。いや、やっとね、説明書ね、もらいました。めちゃくちゃ時間かかってますね、今回は。でもね、残り約10時間ですよ。もう10時間やったら、大阪と東京余裕で往復できるよ。でね、もう今の時点でクルーさんに覚えられました。もうソロ墓地ですね、ソロ墓地。じゃあね、5回目ね、行ってきます。じゃあね、5回目ね、終わりました。もう5回行ったんか。20回行けるかな、どうやろう。でもこの待ち時間じゃちょっと厳しい感じもするけど。うん、はい、じゃあね、6回目ね、行ってきます。うわ、もう来てますね、これは。75分待ちですよ。もうダイナソーらしくなってきましたね、うん、今回もノンストップで行くからね、うん、いやもうね、待ち列もだいぶとね伸びてきてますよね、うん、もう僕の握手会ぐらいね伸びてきてますよ、うん、やばい、火が出てきた、暑い。火が出てきたらですね、このね屋根がないところはめっちゃ暑いんですよ。そろそろ日陰に入れて。よかった、ちょっと影のゾーンに入った。嘘やろ、また日向ゾーン入った。暑い。ダイナソーの街列はずっと外やから、クーラーとかもないんですよね、夏場は、うん、だからこの屋根ゾーンがほんまに救世主、うん、はい、じゃあね、説明書ねもらいました。でね、もう11時半になりました。マジであっという間、うん、はい、じゃあもうそろそろ6回目ですよ、6回目。ほら、結構ね、並んできてますね。はい、じゃあね、6回目ね、行ってきます。はい、じゃあね、6回目ね、終わりました。いや、だいぶと時間かかりましたね、6回目。うん。75分待ちですね。ガチループですからね。マジでノンストップ今。さあ、今からですね、また並びますよ。いや、この景色も何回目やね。やばい、日向が超暑い。これがめっちゃ難所。もう空がめっちゃええ空の匂いしてる、うん、いやー、並んでますね。そしてもうね、12時になりました。めっちゃ早いですね。で、今ね、なんか除菌作業中らしいんですよね、うん、だからちょっとね、じっくりね、待ってきます。除菌作業中です。じゃあね、除菌作業がね、終了しました。結構このダイナソーとかハリドリとかね、結構除菌作業ね、結構多いですよね。だから行く方はぜひね、気をつけてください。じゃあね、僕の心も除菌しよう。もう12時半になっちゃいました。でももうそろそろ行けますよ、そろそろ7回目。やっぱ混み出してからやっぱり全然進まない、うん、もう豆じゃざるって文句立てたよ。じゃあね、行ってきます。はい、じゃあね、7回目ね、乗れました。で、今からですね、8回目行ってきます。もうノンストップですよ、ノンストップ。ブライグダイナソーの待ち列はもう階段とかが少ないから足にはそこまで来ないんですよ。だから前のマリオカートに比べたら残念ね、待ち列楽、うん、はい、じゃあね、55分待ちですね。やっぱりどこのアトラクションもやっぱこのランチ時はちょっとね、すきますよね。今このマメタザウルスは何も食べてないけど、いや、でもなんかさっきより混んでるような気がするけど、気のせいか。で、またね、日向ゾーンに入りました。ほんまに暑いんですよね、これ。そして早くも13時です。はい、やばいな、ダイナソーってずっと人気やな。ほんまに。はい、じゃあね、説明書ね、もらいました。なんて書いてるやろ。うん、なるほどなるほどなるほど。あの、コンビニの弁当は、うん、もうそろそろ行けそうですね。はい、じゃあそろそろですね、そろそろ。はい、じゃあね、行ってきます。ね、終わりました。現在50分待ちですね。で、僕なりのダイナソーの楽しみ方なんですけども、ダイナソーが最後ね、あの、終わった後に止まるじゃないですか。そこの止まった時に右の方向を見たら、普段ね、見ることができない場所がね、見れるんですよね。で、そこの場所はですね、そのホラーナイトアトラクションとかで使われる場所なんですよ。だから、その秋の時期とかになったら、そこでなんか工事行われていたら、あ、なんかするんかなとか予測できるんですよね、うん、これがですね、またね、一個のね、ダイナソーの楽しみ方です。
です。いやー、やっぱり混んでますね。じゃあね、説明書ね、もらいました。こういう説明でしっかりと読めないといけないですからね。なるほどなるほどなるほど。藤崎女はもともと、はい、じゃあね、もうそろそろですよ、そろそろ。はい、じゃあもうソロ墓地ですね、ソロ墓地。何回も乗ってるよ、これ今日。はい、じゃあね、ダイナソーがね、行ってきます。はい、じゃあね、終わりました。もう45分待ち。かなり空いてきましたね。じゃあね、いつも通りの光景です。もう親の顔より見たでしょう、この待ち列。やばいですね、もう14時半ですよ。めちゃくちゃ早い。もう今日も立ちっぱなしデーですよ、立ちっぱなしデー。はい、じゃあね、説明書ね、もらいました。こういうのはしっかりと読まないといけないですからね。うん、あ、なるほどなるほどなるほど。あと豆ちゃんはもうそろそろ行けそうですね。はい、じゃあね、行ってきます。はい、じゃあね、乗れました。もうね、どん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 ね、ノンストップで行きますよ。これすごくない？ほんまに今のところもう一回も休憩してないですよ。マジでダイナソー乗りっぱなし。でもね、今ね、もう3時なんで残り5時間ですよね。いや、残り5時間でどれだけいけるかな。現在6時5分待ちです。マジでもうマメジャザウルスはもうダイナソーの主ですよ。ほら、ちょっと昼間の暑い時間が過ぎたから、さっきよりは暑くない。めちゃくちゃ暖かい方やわ。めっちゃええ気温。はい、じゃあもうすくすくいけますね、すくすく。とりあえず10回は乗れてよかったわ、うん、もうこの景色も何度目やねん。はい、じゃあね、説明書でもらいました。はい、じゃああとちょいですね、あとちょい。もう疲れすぎて話すことなくなってきてるわ。はい、じゃあね、そろそろ行ってきます、そろそろ。はい、じゃあね、行ってきます。もう不思議な感覚。はい、じゃあ次は60分待ちですね、うん、今日はなんか60分前後ってイメージですかね、待ち時間は。はい、じゃあね、またね、やってきましたよ、こちらに。マジでずっとここにいるわ。あと4時間ですよ、4時間。この企画終わったら誰か褒めてください。はい、じゃあ何回目かの説明書ですよ。はい、じゃあもうそろそろですね、そろそろ。はい、じゃあね、行ってきます。じゃあね、乗れました。もう特に感想なし。また今回も55分待ちですね、ダイナソー。そろそろですね、もう火沈みますよ。マジで朝っぱらからいるからな、すごいわ自分。もうここがちょっとね、僕の我が家としてますよ。はい、じゃあもうね、5時になりました。残り3時間。はい、じゃあね、説明書ね、もらいました。で、これ多分動画やったら結構ポン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 って進んでるんですけども、今ね、かなりね、足棒です。これね、もうずっと同じ映像やから、動画変えられてんじゃん。皆さん、この動画ね、最後まで見てくださいね。はい、じゃあそろそろですね、そろそろ。はい、じゃあね、行きます。はい、じゃあね、13回目ね、終わりました。やばいな。すごくないこれ。次はね、55分待ちです。お前また来たんかって言ってますよね、これ。めっちゃびっくりされてるわ。あー、すごいわ。自分でもこれすごいと思うわ、うん、ほんまに一日中ここにおる。一日中これループしてるぜ。もう火が沈みかけや。で、ほら、夜になったらね、フライングダイナソー特製の青いね、ランプがつくんですよね。ほら、いろんなとこにあるんですよね。今からですね、ちょっとずつ暗くなっていきますね。はい、じゃあね、ゲットしました。で、もうね、6時になりました。やばいですよ、もう6時になっちゃいましたね。残り2時間です、2時間。でもダイナソーとか受付終了あるから、もう少し早く終わる可能性があるんですよね。はい、じゃあね、そろそろですね、そろそろ。はい、じゃあね、終わりました。すごいなぁ。ほら、パークがですね、夜の装飾になってきましたよ。で、45分待ちですね。じゃあね、またお前かって言われてるけど、行ってきます。普通だったら1回でめっちゃ疲れるんですよ、ダイナソーって基本的に。
それを15回連続でしてるって、もう多分ただの頭やばいやつですよ。なんかあれやな、動物の森にありそうなランプですよね。すごい、もうすっかりとね暗くなってきましたね。もう6時半になりました。時間的にこれあとどんぐらいいけるかな。いや、もしかしたらこれ終わったら受付終了になってる可能性全然あるからね。けど僕はですね、この夜のダイナソーの街ですね、雰囲気めちゃくちゃ好きなんですよ。はい、じゃあね、説明書もらいました。で、時間的に19時前なんですよ。だから行けるかな、もう一回。めっちゃ時間的に微妙。あともうちょいですね。すごいですよね、もう。うわー、めっちゃ並んだ。はい、じゃあね、15回目ね、行ってきます。じゃあね、乗れました。で、今ね、夜なんで、お前夜のパークを見ながら乗るダイナソー、マジで綺麗。やっぱ夜と昼でやっぱ違うね、楽しさありましたね。で、時間的に今行けるかな、行けるかな。受付終了になってる可能性めっちゃ高いんですよ、ダイナソーは。もう特に、うお、はい、じゃあダイナソーがですね、受付終了しました。よく頑張ったなって言ってるよな、これは。はい、というわけですね、今回のね、検証はですね、これでね、終了です。はい、じゃあ今日はですね、開園から閉園までね、ダイナソーね、乗り続けました。で、結果はですね、15回ね、乗ることができました。で、まあ、朝のうちはですね、マジでスムーズに乗れたんですけども、やっぱりまあ、やっぱ昼に近づくにつれて、やっぱめちゃくちゃね、混み出しましたね。でもそのダイナソーの街列って、その階段とか少ないんで、その足に負担はそこまで来なかったんですけども、乗り続けたら、三半規管がぶっ飛ぶわ。まあ、ダイナソー乗り続けたら、まあ、三半規管がぶっ飛ぶってことが分かりました。はい、じゃあね、まあ、この動画が好評でしたら、またね、その乗り続けるシリーズをまたやると思うんで、でね、またね、見てください。はい、じゃあね、これからもいろんな動画を上げると思うので、チャンネル登録とグッドフェア、通知ボタンも合わせるだけで、バーイ。